ロシア国旗、セルビア国旗制定時に参考とされた。国章なしの旗。セルビアの国旗は、ハンスラブ色の赤、青、白の横島三色を配色した国旗。政府庁舎などに形容される。公式機では、旗竿寄りに国章が配置される。2010年期に、国章の衣装が変更された。国章のない旗の上下を逆にすると、ロシアの国旗とほぼ同じものになる。 この国旗、国章は19世紀に展開された民族運動の過程でセルビア民族主義のシンボルとして定められたものである。それゆえ、セルビア人あるいはセルビア人と血統が近いとされる民族が主要な地位を占めている複数の国家でこの廃色の国旗が用いられている。それぞれの国がこの国旗に関して異なった事情を抱えている。2006年6月5日、 セルビア・モンテネグロを継承する以前から連邦構成国として現在の国旗、国章を使用していた。ワールドカップドイツ大会ではセルビア・モンテネグロのサポーターがセルビアの旗を掲げて自国代表を応援する光景が見られた。2006年モンテネグロと分離したことにより国連各機関本部にはセルビア・モンテネグロの国旗に代わってこの旗が形容されるようになった。また、 スポーツ競技の国際大会でも広く見られるようになった。また、国章なしの旗が使用されることもある。1945年から1992年までは、獣王比が1、2で、中心に、社会主義を表す黄色で縁取られた赤い五角星があった。1992年のユーゴスラビア連邦共和国成立から2004年7月11日まで、 モンテネグロでもほぼ同じ配色の国旗を用いていた。縦横比は1、3で中間の青が若干明るい色だったが、モンテネグロ人とセルビア人との違いを強調する。世論に同調して2004年7月12日に国旗を改めた。ユーゴスラビア時代の共産党政権下では、セルビアと同じ縦横比1、2の三色旗に赤い星をあしらったものを使用していた。 クライナ・セルビア人共和国の国旗クライナ・セルビア人共和国は1991年にクロアチア国内でボスニア・ヘルツェゴビナとの国境に比較的近い地域に存在したセルビア人居住区の住民がクロアチアの独立に反対して立ち上げた国家である国旗はセルビアと同じ配色で縦横比1-2となっていたクライナ・セルビア人共和国は1995年 クロアチアの嵐作戦により取得人を占領され解体した。詳しくはクロアチア紛争を参照。スルプスカ共和国の国旗ボスニアヘルツェゴビナの一部を構成するスルプスカ共和国でもセルビアと同じ配色の横割り三色旗が用いられている。以前から国旗の配色はセルビアと同じであったが、国章はセルビアとは若干異なるものである。 以前は、縦王比が2、3で、セルビアの国旗から国章を除いたものと同一であった。しかし、公述するような憲法問題を弱気したため、2006年10月からは、縦王比が1、2に改まった。スルプスカ共和国では、セルビア人は人口の約3、4を占める圧倒的多数者であるが、それ以外にもイスラム教徒のボ主ュニ人や、クロアチア人も居住している。 しかし、この国旗、国章は共に、セルビア人のシンボルのみを形容するものであるため、セルビア人以外の住民の存在を無視しているとの、ことで、ボスニア・ヘルツェゴビナ憲法裁判所は、共和国政府に2006年3月31日以降6ヶ月以内に、国旗、国章と国家を改めるよう要請した。スルプスカ共和国とは逆に、ボスニア・ヘルツェゴビナの中で、セルビア人が、 少数派のボスニア・ヘルツェゴビナ連邦では国旗、国章にセルビア人のシンボルだけが形容されていない。アルゼンチンのミシオネス州の周期と図柄が同じであるが縦横の比率が異なる。ありがとうございます。